おはようございます。渡辺瑞香です。動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日は2019年12月15日になりました。はい、もういよいよ迫ってきましたね。こちら、エマーゴのツイートなんですけれども、本日、これは14日付ですね。本日、シェリーインセンティブ付きテストネットのネットワークが正常に確認できました。体のステークプール運用者の皆さんは、今週末にご準備を。これはプール運営をされる、プールオペレーターをされる方へのメッセージですね。で、最終確認のテストを行い、プール運用者の準備ができ次第、新報酬ウォレットが来週月曜日、明日ですね、か火曜日、明後日にリリースされる予定です。チャールズさんはね、なんかマンデーっておっしゃっていたんですけども、日本時間にするともしかしてね、火曜日にずれ込む可能性もありますよね。ということで、いよいよテストネット版のステーキングが迫ってきたわけでありますけれども、やっぱりまだいろいろなね、ツイートとか見てますと、今一つよくわからない。私もね、実際体験したわけではないので、私も初めてなんで、見えてない、分かってない部分っていうのはあるんですけども、これまでのところで、ちょっとシンプルにまとめたものがあった方がいいかなと思いまして、ちょっとこのメモ帳にまとめてみました。で、今の、ツイートが、で、今私Google Chrome を開けてますけれども、シンプルにこのページしか出していません。で、ここからちょっといろいろ展開していきたいと思うんですけれども、こちらの方に、ちょっとね、メモ帳にまとめたんですよね。で、まずスナップショットが2019年11月29日にありました。これはもう終わっています。で、この時にちょっとね、整理しておかなければいけないのは、これからのステーキングで何をもとに報酬を計算していくのかということですね。スナップショット時点で、つまり11月29日、日本時間で21時時点で、ADAを保有していたウォレットの復元フレーズで、テストネット版でそのウォレットを復元するということです。なので、自分がもうADAをね、違う場所に移してしまったっていう場合であったとしても、この時点に11月29日時点で、ADAを保有していたそのウォレットの復元フレーズを使うということなので、そこをね、お間違えないようにお願いします。それと、スナップショット後、ADAを、これは今言いましたね。ADAを動かした場合でも、スナップショットの後、ADAを動かした場合でも、この時点、29日時点のADAの量を基準にテストネットステーキングの報酬が決まる。今言いましたよね。でもこれね、何度繰り返しても、繰り返しすぎることはないぐらいよくね、頭の中に入れておいてください。で、詳細発表がありましたのが12月5日で、その時点で発表されました、IOHK のブログ記事全訳を私が、YouTube で、全訳したものをここに貼っておきますので、概要欄に貼っておきますので、見ておきたい方はご覧ください。それと、それと同時に、報酬計算機というのも、そのちょっと後ですかね、発表されまして、で、一回なんか仕様が少し変わったみたいなんですけど、今、最新のものはこちらのURL にありますので、こちらの方もちょっとね、触ってみたい方は触ってみてください。これも概要欄に貼っておきます。それで、あと、ユーザさんのステークプール情報なんですけども、ステークプールはね、ユーザさんだけではないんですけども、今のところ私が知る範囲で、日本人の方で、きちんと、良識を持ってね、プール運営されると、私は、そのように信頼を寄せていますけれども、その方の、プール情報もこちらにまとめておきます。これも概要欄に貼っておきます。プールの略称が ZZZ。で、これで検索すると、ゆうたさんのプール情報が出てきます。プール名がカルダの Z です。小文字でね、カルダの Z ですね。で、他のプールと一味違うアイデアがあるそうですが、内容はまだわかりません。で、委任料は、IOHK 計算機の標準設定では 10% になっているんですけども、これもね、この辺を勘案しながら、良心的に設定されるとのことです。で、良心的に設定されるってゆうたさんがおっしゃってる以上は、そんなね、高すぎる料金は設定されないと思いますが、私としては、ちゃんとね、ゆうたさんのその手間暇と、あと貢献度に応じてね、適正な、ものを設定してほしい。安すぎる委任料っていうのはやっぱりね、なんだかんだ言って続かないと思うんですよね。なのできちんと、プール運営が成り立つ、採算が取れるような方法で適正な料金を設定していただいて、気持ちよく私たちが支払うと、ゆうたさんにやめられたら困っちゃうんでね、そのように、思います。で、その他、ちょっとね、あんまりね、ゆうたさんに、手間暇かけさせたくないなとは思うんですけど、やっぱり背に腹は変えられない、どうしてもここがわからない、質問したい、という方もいらっしゃると思うんですよね。で、その場合は、ツイッターのアカウント持ってらっしゃる方は、ゆうたさんに、DM なり、その、ツイートなりでちょっと質問していただくのもありかなというふうに思います。感謝の心で質問をしてください。で、ゆうたさんもね、その辺は苦にならないですというふうにおっしゃっていますけれども、感謝の心を持ってね、接してくださるようにお願いします。それと、ゆうたさんのブログ最新情報のページというのもあります。そこでも、ゆうたさんが情報更新されていますので、ご覧になりたい方はどうぞご覧になってください。で、あとですね、いよいよテストネット版のリリースですね。それが、明日、16日か17日ということになっております。で、鎧は前回のテストネット版と同じものを使っているというふうに思います。で、安心なのはこの、鎧ウォレットyoroi-wallet.com こちらから入っていただいて、でそうするとなんかダウンロードっていうところが出てくるんで、そこを押していただくと、そのドロップダウンされたリストの中の一つに Chrome テストネット版というのが出てきます。こちらからダウンロードしていただくのは最も安心かなと思います。で、あと、ダイダロスは改めてリリースになります。前回使っていたテストネット版はもう終了しているので使用できません。なので、本物のダイダロス、あなたが今お使いのダイダロスのを開くと、画面右上から多分ダウンロードできるものが出てくると思います。で、そうでなければ、中にはね、やっぱり自分のダイダロスがまだクラッシュして開かないっていう方もいらっしゃるかもしれません。で、そういう方では一人やっぱりクラッシュして開かない方がいらっしゃったんですけども、IOHK の方に質問して、で、帰ってきた回答通りにやったら、ちゃんとダイダロスが開くようになって、機能するようになったという方がいらっしゃいます。なので、そっか、IOHK への、問い合わせ、もう貼っておこうかな。問い合わせの、ちょっと忘れないように書いておきますね。これ全部私、後で概要欄に貼っておきますので、見やすいように。で、ごめんなさい。忘れないうちにやっておかないといけないんで、IOHK の問い合わせ先。これも貼っておきますね。で、だからそこに聞いていただければ、鎧じゃなくて、クラッシュしてしまった開かないダイダルスをどうしたらいいかということがわかると思いますので、そういうふうにしていただくか、そうでなければ、インセンティブ付きテストネット専用サイトにアップされるかもしれません。で、これちょっと後で説明しますけれども、インセンティブ付きテストネットの専用サイトっていうのはこちらに貼っておきますね。これです。で、こちらの方から入っていただいても構いません。ということで、まず注意喚起しておきたいのはですね、下記2つのサイトのウォレット以外は詐欺と心得ましょうということです。そうじゃないかもしれませんけど、そう心得ておいた方が安心ですね。で、まず、インセンティブ付きテストネット専用サイトというのがあります。で、私今このね、もうシンプルに今現在はこの、エマーゴのツイートしか貼っておりません。で、そこに、そこからちょっと展開していきますけれども、インセンティブ付きテストネット専用サイト。これはどういうものかと言いますと、こうですね。はい、このページが出てきます。で、テストネット版に行き着くにはどうしたらいいかと言いますと、このステークを委任というところを押していただきますと、今、鎧しかダウンロードできないようになっています。で、ダイダロスをダウンロードしたい方は、もしかしてこのページにダイダロスの、これがね、アイコンが追加されるかもしれません。ということで、こちらからアクセスしていただくか、そうじゃなければご自分のお手持ちのダイダロスが開くようでしたら、そちらを開いていただいて、その、本物のダイダロスの方からダウンロードしていただくっていうのが最も安心かもしれません。それと、鎧のサイトですね。こちらは鎧のサイトなんですけども、これはどうなってるのかと言いますと、こうなりますね。で、ダウンロードっていうところがあるじゃないですか。で、これをあとはページ翻訳、いらないですよね、これね、翻訳。で、ダウンロードと書いてありますので、こちらの2つ目に Chrome テストネットっていうのが出てきます。で、ここを押すとテストネット版に行き着くというかダウンロードできると思いますので、そんな形でね、シンプルにこの2つの、ちょっと待ってください。これか。こちらですね。はい。この2つのね、サイトを使って行きつけるようにしておいたら、まあ、詐欺に引っかかるとかそういう心配はないのかなというふうに思います。あともう一つ注意事項です。ステーキングの委任時に、委任先に ADA を送信するという作業はありませんということです。だからこちらに ADA を送ってくださいねとか言う人がいたら、それは詐欺なのでやらないでください。で、作業は、まあ、いずれの作業も、ウォレット内のインターフェースで終了するはずです。で、報酬用ウォレットもご自身のテストネット版ウォレット内に存在しますと私がなぜ言ってるかというと、前回ダイダロスのテストネット版でやった時に報酬用のウォレットが出てきたんですよ。で、私想定外だったのでちょっとびっくりしちゃったんですけど、その、報酬用のウォレットに自分のそのテストネット用のADAをなんか入れて委任するみたいな、なんかそんな感じだったのかなと。まあ、ここはちょっとね、聞き流してくださって構いませんけれども、とにかく、報酬用のウォレットが、ダイダロスの場合は、そのダイダロスの中に前回は出てきたっていう感じでしたね。だからその流れでいくのかなというふうに思います。ということで、まあ、今現在、分かっていることで、なるべくコンパクトにまとめたつもりだったんですけども、ここに示したものは全部下の概要欄に貼っておきますので、順を追って見ていただければ大丈夫だと思います。ということで、最後まで、ちょっとこれね、忘れてまた消えちゃいましたね。IOHK の問い合わせ先ですね。これも忘れずに貼っておくようにいたしますので、もしご用の方はね、そちらの方に聞いていただければというふうに思います。ということで、最後までご視聴くださいましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。